先日総務省による公式の発表で携帯電話が2週間使えなくなる可能性があるというニュースが入ってきました。総務省が太陽フレアによる影響で通信機器が断続的に使えなくなる可能性があるといった内容を公表しました。この発表によると、仮に100年に1回クラスの大規模な太陽フレアが発生した場合、約2週間ほど携帯電話が使えなくなるほか、110番や119番通報がつながりにくい事態が各地で発生するというもの。いや、急にどうしたって話なんですけど、ただですね、じゃあこれが来月起こりますよとかそういった話じゃなくて、仮にこれが起きた時の話なんで、これがいつ起きるのかっていうのは現時点で分かってるってわけじゃないんですよ。仮にこの最悪なシナリオ、極端に大きな太陽フレアが発生した時、こうなるんじゃないかという発表ですね。でもなんか急にこんな発表するってなんかありそうですよね。しかもこれ逆に言うと、その前触れが何なのかが分からないと、だからそろそろ危ないかもよって先に言っとくよって感じもあると思うんですよ。太陽フレアについて、これ簡単に説明すると、太陽のおならです。表面で起きる爆発現象なんですよ。まず太陽ってなんかドロドロしたマグマの塊みたいなイメージの方多いと思うんですけど、実は常に燃え続けてるガスの塊なんですよね。そのガスの表面に、一部だけ周りよりも温度が低い黒点っていう黒いポツポツした点みたいな場所があるんですけど、そこで発生するこの爆発が太陽フレアっていう現象になります。太陽ってその地球からめちゃくちゃ遠いんで、爆発っつのも大した影響ないやろって思うじゃないですか。 NASA の人工衛星が捉えた太陽フレアをご覧ください。でかっ、地球が小さく見えますよね。もう余裕で丸ごと飲み込んじゃうぐらいの大きさなんですよ。この写真の地球の位置っていうのは、実際ここじゃなくて、分かりやすくその比較するために近くに置いてたやつなんですけどただこれだけ大きな太陽フレアが発生すると、ものすごい距離が離れていても大量のガス、そしてプラズマが降り注ぐということになります。それで結局ですね、冒頭でお話ししたような磁場の乱れが地球で起こって、社会のインフラに影響を及ぼしかねないということなんですね。実は11年周期ぐらいで、こういった活動が強まったりとか弱まったりとかいうのを繰り返してるんですよ。で、今向かってるとされてる極大期、これに入ると、さっきも言いました黒点、この数が多くなるんですね。そうなると、こういった太陽フレアが発生する確率が高くなっていくって話なんですよ。で、次の極大期っていうのが2025年の7月頃からだと考えられていて、あと3年ぐらいなんですよ。少し最近で起きた事例です。2003年の場合、観測史上最大級の太陽フレアが発生しました。発生してから一瞬です。数十機を超える人工衛星が損傷、誤作動を引き起こして一時的に世界各地で停電が起きました。じゃあこの人工衛星が使えなくなると、最悪どういったことが考えられるか、まず一番に通信が遮断されるんですね。皆さんが使ってる携帯とか、あとはテレビ、ラジオ、インターネット、こうしたものが最悪の場合パンクして使えなくなるといった可能性があるんですね。そして2012年、実は最近の中では一番大きかったもの、実は地球をかすめただけだったので、結果的にそれほど大きな被害出なかったんですけど、仮にこれが直撃していた場合、文明の進歩が18世紀頃まで巻き戻されていたなんて言われてるんですよ。しかもですね、この太陽フレアが直撃したのが地球が1週間前にいた位置だったんですよ。要は1週間早まっていたら直撃、1週間じゃなくても5日ぐらい早まっていても被害っていうのはものすごい大きいものになってたんですね。こう考えるとまさに間一髪だったんですね。